第3部、はじめにお楽しみいただいた曲は OB、OG 合同演奏によるベイブリーズでした。この曲は吹奏楽の巨匠真島俊夫さんによって作曲され、爽やかなメロディーが特徴的です。アルトサックス、トランペット、打楽器のソロはいかがだったでしょうか。続いてお送りいたします曲はマツケンサンバ2です。この曲は吹奏楽界で有名な宮川明さんによって作曲されました。マツケン音頭、マツケンロックなどで松平健さんが歌と踊りを披露するマツケンシリーズの一つで、発売当初からお祭りソングとして愛されています。今回はいわき妹高校特別バージョンでお送りいたします。それではお聴きください。パイレーツオブユマト、盗賊が現れたよ。海賊団のリーダーの帽子を狙っているよ。あんなところに帽子を置いていくなんて、きっと定期演奏会をやってる指揮者のことなんだろうな。アスパラガス、しりとりじゃないんだよ。それはさておき、盗まれてしまったよ。早く盗賊たちから大切な帽子を取り戻さなくては。
こうして海賊団は帽子を取り戻しに航海の旅へ出たのであった。やっと島に着いたよ。いや今日も天気も良くていい日だね。何のんきなこと言ってんの、早く宝を取り返しに行かないと。そうだね、世界の平和は俺たちが守る。もっと真剣になろうよって、リーダーに怒られちゃうよ。それじゃあ宝を探しに出発！出発！ないかな、ないよな、ないかな、ないよな、ないよな。あ！あそこにいるのは宝を奪っていった盗賊たちじゃない？あ、そうだ、お前たち、宝返せ、宝！返せ！見つかってしまった！この宝は返さないぞ！今から出すクイズに全問正解してみなさい。そしたら宝を返してあげる。やってやろうじゃないのよ。それでは第1問、デレン。この中で木管楽器はどれでしょう。1トランペット、2サックス、3トロンボーン。これは簡単だよね。簡単簡単、もうこんなの赤子の手をひねるぐらい簡単だよ。答えは2だ。そう、正解だ。これは簡単すぎたな。アクション。第2問、デレン。いわき湯本高校吹奏楽部のお箱はどれでしょう。1学園天国、2宝島、3サウスランパートストリートパレード。これは迷うね。わからなくもないんだけど、悩むね。俺悩んじゃうな。どうしよう。あ、でもさ、今日はさ、強力な助っ人がいるじゃん。確かに。会場の皆さん、私たちに力を貸してください。答えだと思うところで手を挙げてほしいです。それでは、いきます。一郎、学園天国だと思う方。はい。二の宝島だと思う方。はい。3のサウスランパートストリートパレードだと思う方。はい。ありがとうございます。よし、自信なかったけど答え分かった。憶測が確信に変わったよね。答えは3のサウスランパートストリートパレードだ。正解だ。よし、あと1問になってしまった。これも少し簡単すぎたか。次はとびっきり難しい問題だ。第3問、デレン。でーでー、かつていわき市常磐地区は何が盛んだったでしょうか。1鉄鋼業、2石炭業、3宝石業。なんかいきなり難易度が上がった気がする。難しくなったね。どうしよう。絶対に簡単に回答させる気がない。あ、でもさ、そういえばさ、常磐地区が舞台になった映画フラガールっていうのがあったよね。フラガール？何それ？こうやってフラダンスしてる映画なの？そうなんだけど、でもそこになんかあの石炭を掘る場面が映ってたような気がするんだ。そうなの？じゃあ、いやけど鉄鋼業の可能性も捨てがたいんじゃない？あー、じゃあでもここで間違えたらちょっと宝戻せないから。リーダーに怒られちゃうから、じゃあ聞いてみよう、みんなに、みんなに聞いてみよう。では一の鉄鋼業だと思う方。はい。二の石炭業だと思う方。はい。三の宝石業だと思う方。はい。ありがとうございます。勝っちゃったよね。絶対にね。まさかこの俺様が間違えてるなんてな。やっぱりバカなんだな。よし、答えは2の石炭業だ。正解だ。イエーイ。この宝は返すしかないみたいだな。そうだな。
たね。誰？これでリーダーから怒られなくて済む。そして明日が休みになるぞ。今日は平和だ。そうだそうだ、平和平和。やった、平和平和だ。リーダー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 、あー帽子が、リーダー俺の帽子は落ちましたけど、リーダーの帽子は発見しましたよ。ありがとう。リーダーはこれがなかったら始まりませんもんね。じゃじゃん。うわー、似合ってる。やっぱりうちのリーダーはかっこよくて凛々しいんだな。うんうん。じゃあ私はちょっと剣技の練習に戻ります。次にお送りいたします曲はパイレーツオブカリビアンメドレーです。ジョニーデップ主演映画のパイレーツオブカリビアンに登場する人気曲のメドレーとなっており、軽快で爽快で少し不気味なこの映画の雰囲気を味わってお聴きください。Thank you.
続いてお送りいたします曲は世界の終わりの RPG です。この曲は映画主題歌となっているためご存知の方も多いと思います。そんな誰もが知っている人気曲をフレッシュな1年生のダンスとともにお送りいたします。皆さんにもぜひダンスや手拍子などをして楽しんでいただきたいのでダンスレクチャーをしていきたいと思います。今から私たちがサビの部分を踊るので一緒にやってみてください。それではまずサビの最初のフレーズからやってみたいと思います。せーの。空は青く澄み渡り海を目指して歩く。ありがとうございます。それではここの振り付けのポイントを教えてください。はい、ここは海を指す方向に自分の夢や目標があることを意味しています。ありがとうございます。それでは皆さんも一緒にやってみましょう。せーの。空は青く澄み渡り海を目指して歩く。ありがとうございます。それではサビの次のフレーズに移っていきたいと思います。それではいきますよ。せーの。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。ありがとうございます。それではここの振り付けのポイントを教えてください。はい、ここは仲間と共に挑戦することを意味しています。ありがとうございます。それではもう一度皆さんでやってみましょう。せーの。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。ありがとうございます。この曲の冒頭には手拍子をする部分があるので皆さんもやってみてください。それではどうぞ。Thank you.
続いてお送りいたします曲は小さな世界です。ディズニーパークのアトラクション It's a Small World のテーマソングとして広く知られている曲です。陽気でアップテンポなメロディーを皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。可愛らしい合唱団とともに繰り広げられる平和で明るい世界を想像させるようなサウンドに注目しながらお聴きください。Thank you.
最後にお送りいたします曲は Omens of Love です。この曲は1985年に T スクエアが発表し、吹奏楽ポップス界の名作曲家である真島俊夫さんによって編曲されました。テレビやラジオの BGM にも使用されるその印象的なメロディーを一度は耳にしたことがあると思います。本校吹奏楽部でもさまざまなイベントで演奏させていただいている定番曲です。ぜひ最後まで盛り上がっていきましょう。Thank you.
改めまして、本日は、福島県立いわき湯本高等学校第2回、定期演奏会の方に、お越しいただきまして誠にありがとうございます。本当に足元の悪い中、お越しいただき、しかもこんなにたくさん の皆さんに来ていただけて、聞いていただけて、本当に演奏者として表現者として至福の時でございます。本当にありがとうございます。私たち、日頃さまざまなことを感じて、さまざまなことを目指して、さまざまなことにこう憂いて、心をこう動かしながら生きていると思うんです。でこの3年間もそんな3年間でした。皆さんいろんなことを思われてきたんじゃないでしょうかね。なんかようやくこの表現を自由にできることが許される、はばかりなくできる時期が来たなという喜びが今たくさんあります。で皆様にお声掛けをし、どうぞ来てくださいませとお声掛けをしたところ、こんなにたくさんの皆様が足をお運びになるなんて、私ども本当に感謝感謝、感激感激です。この演奏会をやるにあたり、ここで演奏している生徒たちももちろん頑張っているんですが、例えば客演の中村さんだったり、あとは今野隼人だったり、さまざまな人たちが今回力を貸してくださっています。そして今回、去年卒業した OB たち、なんと3年間コロナで翻弄されて本当に何もできなくて悔しい思いをしてくれた、その今年の卒業生たちが裏方で窓を開けたり、アナウンスを呼んだり、いろんなことを裏でやってくれてます。本当にみんなありがとう。私も本当に年を取ってきますと、目からなんか、今日暑いですね、なんか、はい、ちょっと目から汗がこうシャワーのように出だしたりして、なんか危ないんですけれど、この後、少しだけ、アンコールをお使いください。今回の選曲は本国教頭、山本教頭がですね、私と仲良しなんですけど、ありがとうございます。これいいんじゃないっていう曲をですね、お昼に山本教頭の選曲で流した曲があって、これいいと思って、すごく来る、なんかハートえぐると思ってね、やっぱり50過ぎるとみんな考えること同じですね、先生みたいなことを思いながらいます。それではお聴きください、命の歌。
本当
以上をもちまして福島県立いわき湯本高等学校吹奏楽部第2回定期演奏会のすべてを終了いたします。ご来場の皆様、最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。またお手元にございますアンケートについてどうぞご協力のほどお願い申し上げます。皆様にまたお会いできますことを心よりお待ち申し上げます。本日は誠にありがとうございました。